ます。おはようございます。今回は冬の相模湖。基本的に釣れないわけですよ。そんな中で厳しさを、冬の釣りの厳しさを感じながら、楽しい気持ちにどうやったらなれるかということを考えて見たんですけど、あんまり想像がつかないな。ごくさんの相模湖死にに来ました。よろしくお願いします。ブラリンコなわけですよ。雪ですからね。とりあえずガイドが全部凍ってとんでもないことになってるっていう。こんにちは。釣れますか？きついですよね。ちょっと上に登ってみましょうか。やっぱ夢を見たいんですよ、このミノーで。カツ丼食いに戻りますか。いやー、昼、あっという間に昼だ。そうっすよ、カツ丼です。もう芝田ボートのカツ丼ですよ。シーズンがカツ丼で勝つ、はい、そうですね、本当はね。カツカレーにしてカレーに勝ちたかったんですけど。昭和いいや、いただきます。いただきます。いや、雪ですよ。リンゴらしいよ、滞在してきてくる。まあ、そうですね。そうですね。凍りますね。いや、うん、そういうわけじゃないですね。寒いんですよ、単純に。深くはないんですよね。で、ゴロタが入ってるんですよ。だから、美味しい場所なんですよね。なかなかね。続々釣り人が。おお、大丈夫ですか？大丈夫ですか？霜柱ちょっと向こうに釣り歩っていこうかなと思います。そっか、なかなかそう簡単じゃないですね。やっぱり生き物いるんだろうか。いやー、しかしなかなかきついですね。どうします？これ言うまずめ増えますね、まだ。あ、でもマジじゃないの、クラコの。おお、
うん、なんだこれ、バスじゃないの、おバスだ、よっしゃ、やったやった、奇跡これ、いやー、えフラットの95のサスペンド、うわー、やったやったー、いやー、ちょっと待って待って待って、こんな嬉しいじゃないですか、いや、ちょっとなんか人が結構いっぱいいるんであんまりリアクション取れないですけど、常識人なんでね、千葉県両層水路、あ、両層用水、まあ、栗山川っていう俗に言われる、平日なのに中人鉄川でしたね、そうそうそう、いやー、こんなに人いるんだ、これ土日来たらどうなるんだろう、まあ、みんなシャトマ行って、うん、で、まあ、ダウンシャトマ入れたり、そうですね、みんな関東っぽい、うん、もうなんかシャドー巻いてるか、なんかダウンショットスモラバかみたいな、まあみんな確立化された釣りで、まあ、それはそれで釣れてるからやってるんでしょうけど、そんな中でちょっとミノー一本でね、フラットの 95SP って書いてあります。 SP サスペンド、はい、見てる時そうですね、あのステイさせてカンカンって一番サスペンドミノーの釣りをやってて感激する瞬間ですよね、止めてる時にカンカン、うわー来たっていう、まあここは本当に、まあ、栗山川といえばシャッドの早巻きみたいなイメージありますけど、まあ実際それはそれで釣れるんでしょうけど、目先を変えてミノーとか使っても魚はきちっと出てるし、今日に限って言えば他釣れてない中でこれは釣れてるので、うん、正解だったのかなと。なら、まあいろんな、ね、情報だったりメディアだったりでこれがあってもなるのは分かるんだけど、結構応用を聞かせてその場に合わせて釣りをしたらいいんじゃないかなと改めて今更ながら思いました。とりあえず温泉でも使ってね、みたいなね、温泉あるのかこの辺に、ね、大江戸温泉でも行きますか風呂屋じゃねえか、ほんと、あ、よかった、ね、よかった、生きてる心地がしますよ、本当に、うん、嬉しいです。フラットの新しいサスペンド、もう本当に釣れるんですよっていうところを、もっと釣れりゃいいんだろうけどね、いいんですよ、一匹が値千金なんです、この時期なので、よかった、釣り出すぞ、それは一応そら気持ちいいですね、もうサスペンのミノを止めてる時にこの快感を味わったら、みんなミノが好きになるはずだよ。